スバルのリア友とのちょっと会話の話なんだけどさ、ゴールデンウィークっていうのも相まってホロライブ以外の友達とちょっとチャットする機会があったのね。なんかそのいつ暇みたいな話になるわけで、夜はさ、そのさ配信したいからさ、まあ昼間かなみたいな。であとまあ月曜日暇だよみたいな。その友達にスバルホロライブに所属してるとか言ってないのね。バイトしてるみたいなって言ってて、あーバイトお昼暇なんだみたいな。え、夜はみたいな。夜なんかさ、ちょっとさ、なんかどっかご飯とか食べに行こうよみたいな。でもやっぱ夜はバイトだからちょっと遊べねえわみたいな。まあじゃあ週どれぐらいで入っててさ、え、何時ぐらいにそのバイト終わんのみたいな。ね、週まあ月曜以外だから6ぐらいで入ってて、まあ夜何時に終わるんだみたいな。まあでも23時ぐらいに終わるじゃんいつも。でもスバルその後さ作業とかいろいろしてるから、まあでも夜だとね、そんな何時に終わるっつっても大体1時ぐらいになっちゃうからなみたいな。だからやっぱりね、昼のがいいな、昼のがって言ったよ。そしたら友達が「え、それさ、なんかお前のバイトってなんかやばいバイトじゃないよね」みたいな「え、なんでそんなやばいな、別にやばくなくね」とか思ったけど、冷静に今までのそのなんかスバルの証言を振り返ったら、収録で入ってて、でね、バイトが終わるのが深夜1時ぐらいでみたいな。で昼が暇でみたいな。まあ確かにちょっとうさんくさいかって夜勤だとあるのかな。でもなんかやばいバイト、なんかそれちょっとなんか大丈夫みたいな。そっか大丈夫っていうそっか、夜勤だと朝までになるから、だから逆にあれ、なんか「まるまるちゃんスバル元気にやってます」ということではい、Thank you for watching! Please subscribe and push your good button! Thank you for watching always!